ジェントルマンクラスの表彰となります。見事優勝はゼッケン7番トレンタクワトロ名古屋大澤正也選手、おめでとうございます。第2位はウェイトハンディキャップ3キロを見事跳ねのけました、ソブラ山田隆夫選手、おめでとうございます。第3位はゼッケン11番トレンタクワトロなら田中治選手。第4位ゼッケン69番トレンタクワトロなら山本隆也選手、拍手が送られていきます。そして第5位チーム平野新木茂樹選手、イエーイ、おめでとうございます。60歳を超えていらっしゃるんですよ、おめでとうございます。まずはじめに優勝をされましたゼッケン7番の大澤正也選手、トロフィーが贈られます。おめでとうございます。今がっしりと握手して、選手の皆様からも拍手が贈られていきます。第2位の山田選手、そして田中選手、山本選手、そして新木選手に選手のトロフィーが贈られました。続きまして優勝されました大澤正也選手に優勝賞金の3万円が贈られます。いいなあっていう声が飛んでいます。そして DDR 賞も贈られます。そして山田隆夫選手には賞金1万円が、そして第3位の田中選手にも賞金1万円が贈られます。おめでとうございます。どうぞ皆様ボード高々と上げてもらえますか、高く上げていただけますか、おめでとうございます。ありがとうございます。それではウィナーズインタビューです。優勝されました大澤選手の一言伺いたいと思います。昨日から始めたと思いますけれど、どのような気持ちでこのゴールデンウィークフェスティバルを迎えましたか。あんまり調子良くなかったんですけど、なんか運よく前の方で追われてて、このチャンスをなんとか生かしたいなと思って頑張りました。そして見事この表彰台の頂点に立ちました、今の思いを。陣やフレーム作ってくれた、感謝したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。見事優勝しましたジェントルマンクラスの優勝は大澤正也選手でした。どうぞフォトセッションです。大澤選手、チームの皆さんにも感謝の気持ちを伝えたいというようなコメントをくださいました。それでは表彰台の中央にお集まりいただきまして、肩を組んで写真撮影と言いましょう。ジェントルマンクラス、このノンクラスと混走にはなるんですけれども、自分たちにも表彰台に上がるチャンスをという声が集まりましてできましたクラスです。第2戦で見事優勝を飾りましたのはゼッケン7番トレンタクワトロ大澤正也選手でした。それでは改めてご紹介いたします。大きな拍手をお送りください。第5位は新木茂樹選手、第4位山本隆也選手、第3位田中治選手、第2位は山田隆夫選手、そして優勝は大澤正也選手でした。おめでとうございます。それでは改めましてですが、ノービスクラスの前にジェントルマンクラスのシャンパンファイトを行っていきます。もう始まってしまいました、シャンパンファイト。反撃があるか、山田隆夫シャンパンを握りしめています。あ、これは帰って飲むのかな。おめでとうございました。皆様改めて拍手をお送りください。